日はじゃん、セブンプレミアムフランボワーズマカロンアイス、これ食べてみたいと思います。これってね、前東京と千葉限定だったんですけど、今はリニューアルして全国で販売されるようになったらしいです。美味しそう。マカロンってね、女子はたまらないスイーツですよね。それがとうとうアイスになったっていう感じで、私これ食べるの初めてなんです。分類はアイスクリーム1個154キロカロリーです。じゃあ早速開けていきたいと思います。じゃん、開けるとこういうトレーに入ってて、中に入ってます。ね、なんか横から見ても常にマカロン、常にっていうか、もうどこ見てもマカロンって感じですね。早速食べていきたいと思います。いただきます。うん、うん、生地がめっちゃ普通にマカロン、アイスだと思えない。うん、で、フランボワーズのあの爽やかな酸味と、あのマカロン特有のね、卵白と砂糖のあの甘さが合わさって、で中のねアイスクリームも全然違和感ない。マカロン食べてるみたい。おっきい。本当にアイスなのって感じ。うん、すっごいマカロンの生地がしっとりしてて美味しいです。マカロンの生地ってさ、サクッとしてんだけど、中がしっとりもっちりしてるのが、あのマカロン好きにはたまらないあの食感じゃないですか。それがすごく再現されてるっていうか、全然その通りです。なんかすごいレベルの高いアイスですね。すごい、セブンイレブンで。中のアイスは普通のバニラアイスなんだけど、そんなにくどくなくって、あのフランボワーズの味の方がすごく強いです。美味しい。これはこれね、もう一個チョコレートマカロンもあるんですよ。近々そっちも食べて紹介してみたいと思います。で、それも美味しそうだったんだけど、今日はフランボワーズにしてみました。色が可愛くてまたいいですよね。すごい女子受けのしそうなアイスです。めっちゃ美味しい。これまた私リピします。今日はセブンイレブンのフランボワーズマカロンアイス、これを食べてみました。皆さんもぜひこれ食べてみてください。これはね、食べなきゃ損のアイスですよ。食感がすごくいいです。それではまたね、バイバイ。